こんにちは。 YouTube を簡単に使いこなしていますか？今回はユーザーでできるフィルタリング、動画への年齢制限についてお話をしたいと思います。まずパソコン版からお話をしたいと思います。動画の年齢制限をつけるには、動画をねアップロードする際に作業を行うことができます。はい、アップロードするデータを、動画を、はい、これ選びます。これアップロードします。はい、ここでね、まあ動画のタイトルとか、説明なんかをつけますね。はい、この詳細設定をクリックします。はい、この詳細設定のこの一番下、ここに、年齢制限を有効にするってありますんで、この、年齢制限の先のチェックボックス、クリックをつけます。はい、これでね、動画、投稿完了してからね、もうすぐに、この動画は、年齢制限付き動画として、再生されます。はい、動画投稿した後からでもね、動画に年齢制限をつけることができます。先ほどアップした動画、下向きの黒い三角形をクリックして、情報と設定をクリックします。はい、そして、この詳細設定をクリックします。はい、この下の方に、年齢制限とあります。ここをね、チェック入れてから、変更と保存を押せば OK です。動画再生ページで確認しますと、この、説明欄の下、通知とありますね。ここに、年齢制限があります。アップロードしたユーザーによる設定という風に、表示されてます。OK です。では次にスマートフォンでの設定についてお話をしたいと思います。まず、YouTube のアプリで動画を投稿します。はい、この、右上の、ビデオカメラマークをタップします。そして、撮った映像、例えばこの一番左上のこの映像をタップします。はい、そしてここで、タイトルと説明を入力します。テスト。映像の2にしましょうか。はい、ここではね、年齢制限を、追加することができませんので、まずはね、この動画をね、投稿します。はい、投稿完了しました。スマートフォンでは、投稿後に動画に、年齢制限をつけます。スマートフォンでは、この YouTube アプリではなく、その右横にあります YT スタジオを使います。はい、そしてこの、下の方に、動画とありますね。テスト映像2、ここをタップします。はい、そうしますと、先ほどアップロードしたテスト映像2の画面に切り替わります。はい、そしてこの鉛筆マークをタップします。はい、そして、動画の編集の下、基本情報の1個右の詳細設定をタップします。はい、で、このページ一番下、ここにね、年齢制限とありますんで、年齢制限を有効にする、これをね、右にスライドして、オンにします。はい、これでね、OK です。右上の保存ボタンを押します。はい、確認してみたいと思います。はい、YouTube アプリを使って、チャンネルの、動画一覧を表示してます。一番上のテスト映像2をタップします。ちょっと音が出るんで、はい、止めておきます。はい、このね、チャンネル名の下に通知という欄がありますね。そこに、年齢制限があります。括弧してアップロードしたユーザーによる設定という風に書いてありますんで、はい、これで、動画への年齢制限の設定ができました。OK です。今回はユーザーでできるフィルタリング、動画への年齢制限についてお話をしました。それでは今回はこの辺で失礼します。